的考えて言うと、もうそのね、ダメっていう時に3歩ぐらい踏み込むと大体幽霊見える、そうそうそう、だから心霊スポットとかでも絶対ここの部屋だけ入りたくないみたいな、満場一致、で入る、触る、階段する、でやったら階段するぐらいで幽霊見える、絶対確かに、だから3歩踏み込むぐらい、そう、じゃあ僕らは今3歩目踏み出しましたよね。俺なんかあの亀井湖畔行った時にあのまああのその駅舎のところで、ここ撮ったら絶対映るって思って撮ったやつに映ってもらった。うわー、もうなんかそうね、なんかあの心理写真って撮る人の霊感にもよるんですよね、あれね、民間の人が撮った方が映ったりとかするっていうので、ここなんか絶対映りそうだなってパッて撮った時に、ここのここの被ってる部分に女の人が撮ってくるんですよね。すげー怖い。僕ら絶対2つとも外すってないですよね、心霊系の場所で。絶対ダメだろうなって思ってやってるから、そうそうそう、もうやりたくないんだけど。やりすぎな。平和の滝も結局僕ら最初は行かないっていう話をしてて、ただちょっと悪ふざけで時間あったからって言って、ある一緒にそばを食べに行った後に、そばに一緒に行った人がじゃあ行こうかって言って行って、ビデオ撮影したっけ写っちゃって、写真もがっつり写っちゃった。で、2回目のその心霊スポット的にはまあ亀御壇、亀御壇に関してはもともとまあその話はあったんです、うちら2人でも。ただ俺よく遊びに行ってたんだ、あそこサイクリングロードなんで、遊びに行ってて、いや別に何もないですよ、いや綺麗だしっていう話をして、行ったら映っちゃう、駅舎も映ったけど、俺が撮ってるビデオカメラの方のあの SL の窓にもいっぱい映ってた。あ、見せてもらったわそれ、うん、そうそうそう、それです、それです。あれすげえ映ってた。はい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 。あれなんか見えリフトから言うと、なんかあの記者がこう、まああのこれですね、はい、全然全然こういう風に映ってるじゃないですか、まあこうこっち側から撮って、はいはいはい、こういう風に映って、で、まああの窓にこう、すごいわーって何個も顔がペーって映ってるみたいなのもあるんですけど、それじゃなくて本当に怖いのは、ここに映ってるこう横顔を見たくなってるのとか、人の形じゃなくなってるような感じの、あ、人に見えるよねぐらいのやつが本当は危ないって感じ。なんかあのわーって確実にもう形として見えるものっていうのは脅かしに来てるから、はいはいはい、実害としてはそんなにないと。でもただこういうところで夢をつけられたらやばいよって言われる話は当たってて、まああの奥のトンネルの方って、あまり良くはないんですよ、真っ暗なんですよ。あのね、あのあそこ本当正直あそこでビビりました、私。あ、これ通れないなみたいな、ちょっとここ通りたくないと思って行きますって言われたんだけど、いやちょっとやめとこうって。そうで、もともと最初からあそこはあそこはあんまり良くないっていう話をしてて、あそこなんですよね出るの、って言ってて、いやでも閉鎖してたかな、してないかなって、頭の意識的にはトンネルの前があの石でバーって詰まさってるイメージがあったんですよ、昔の記憶では。でも通ってたんですよ、っていうか多分もともとそういうのはなかったはず、なかったみたいで、僕の頭の中の意識的に、多分行けないっていう頭があったから、あそこだって自分の感覚であると思ったみたいで、行ったら空いてるし普通に通ってるし、真っ暗だなこれ、嫌だなっていうイメージで、いや行きますって言ったら、いや行かないって言って、戻ってる最中にお腹が緩くなって、おーで、戻りながらトイレ、トイレ、おー、じゃあ、あの行く時になんかこう、多分ね、わーってすごい不便意を催したんですけど、嬉しい便意を催したんですけど、戻ってったら治ったっていう。でもね、でもね、俺聞いたことあるんですよ。幽霊が中に入った時、そういうことが憑依され か、されかけてる時、外に出さなきゃって体って反応するんですって。だからなんかめっちゃこう具合悪くなる、吐き気がするなとか、それこそお腹下しちゃうとか、猛烈に尿意を感じるなとか、あとよくあるのがあくびが出る。あれ、あくびってあの肺の中の空気最後まで出そうとする運動の一つなんですよ。ガーって取り込みながら、だからあれ口ガッツし開けて、その得体の人に何かを口から出そうとしてる。なるほど。だから怪談イベントとかって、すっげー
げえ怖い話の時に限ってとか、もうなんか下手したらこれ触るかもしんないなっていう階段の時に限って悪夢めっちゃするお客さん増えるんですよ。でライブ終わった後に眠たかったっすかとか聞いてみたら、割とみんな、いや急になんかね生あくびっつうのかなみたいな、怖えなって思ってたら出てた。へえ、今なんかやばいなって思ってたら出てた。あみんな何かを察知して出るんでしょうね。それだからかな、ずっとあくび出るので。あら詐欺でも言ってたもんね猫。そう見ちゃったんですよね。いやすごいタイミングで見ちゃったんですよ。こっから完全に切れてて、ぶわって血が出てるところを、猫がぶわって痙攣してるところを見ちゃったんですよ。もう絶対いいやん、もうそんな。うわぁ、久々にそういうの見たって、見ちゃったって言って、でもまあ、最近寝不足なのは寝不足なんですけど、それでもあくびは出てましたね、結構。あら、やばい、眠い、みたいな。でもそれ多分よ、明るい時間だったんで、3時4時だと思うんですよね。でもめっちゃ眠くて。やだやだ、もう本当に楽しい話しよう。まあアフタートークなんで、いや最近限った話じゃないです。そうなんですよね。いや最近もう完全に俺の話していいですか。はい、おすすめの飲み屋、飯屋ってあります？ああ、でもなんかあれですよね。書いてもらいましたよね。趣味なんですか？漫画食べ歩きってまあ書いてくださいますけども。そう食べ歩きやっぱ趣味？食に貪欲なんですよ、うん俺、めっちゃ食に貪欲で、衣食住で何一番重要するかって言ったらもう食、うん、お金かけるのも食、うん、俺はうまい酒を飲みながらうまい飯を食うためだけに仕事してる、うん、本当にそれが、ね、それがね、そうっていう中で、まあ、さっき何回も言った通り食に貪欲だから、うん、最高級なものから最底辺のものまで食いたい。逆に言うとね、そうだからその肉で言ったらシャトーブリアン、うん、100g 何万とかで食いたい、うん、こうケツのやつとかだったら虫とかそこまでちょっと熟成しちゃったりで、ね、もその振り幅ぐらい食に貪欲なんですよ、うん、だからいろんな味を知りたいし、なんかお店とかでも見たことないメニューとかあったらもう食わないと、うんうん、落ち着かないんですよ。あ、じゃあこの後うってつきのちょっともしお時間ですね、いただきますけど、あら、めっちゃうまいそれうまい飯とうまい酒が飲める場所を俺は教えてほしい、うん、おすすめがあるんでしたら、まあ、この後ね、まあ、ちょっと時間があればですけども、うん、まあ、ちょっと打ち上げ的な感じでちょっと一軒行こうかっていう話をしてたので、はい、そちらの方もまあ僕らのね、うん、ところではかなりよく使ってるお店ではあるので、はい、まあ、日曜日もねやってる店限られるし、なんか、うん、そのフワっていうのは確かに、ね、日曜日ってすすきのってこんだけ店あるのに何系で知りたいって言われたら、まあ知ってるとか教えますんで、うん、焼肉とか、そう、焼肉に関してはまあちょっとこの前もちょっと動画の中で話しましたけど、ある、まあ、ここの常連さんなんですけども、うん、焼肉がすごい大好きというか肉が大好きな人がいて、うん、まあ、よく一緒に焼肉を行かせてもらったりもするんですけども、うん、その人の持論です。長い店、長くやってるお店、うん、何年やってるお店とかってあるじゃないですか、すすきのとか、まあ、他のところもそうですけど、何年もやってるお店は絶対うまい。へえ、何か外してても絶対何か当たりはある、じゃなかったらすぐ潰れてるっていう持論を持ってる人がいて、はあ、っていう持論を持ちながら、この前、うん、サイバーの横の横ぐらいにある古い焼肉屋さんがあるんですけど、ああ、わかる、あそこ地味に当たり、へえ、あそこはうまい、ほんと、うん、まあ、あとはその人が南区に住んでる人、僕も南区なんで、南区の、ある焼肉屋さんはあるんですけど、そこは間違いなくうまいです。本当にうまい。いいなぁ。俺もね、そのいろんなところをこう食べ歩いたりとかね、うん、食べ歩きが趣味ですから、うん、それはもう飲み屋だけじゃなくって、うん、カフェだったりでも何でもそうなんですよ、うん、ちょっとこうパッて入ってくる和菓子屋でもそうですよ、うん、何でもそうなんですけど、俺のね、持論が一つだけあって、うん、割とこの性格だから、俺は店員だとかそこのお店の、まあ、マスター、大将とか仲良くなることが多いんですよ、うん、大将が性癖があるところってうまい
だからそのなんかね他とは違うね、そう、変態っていう言い方したらいいと思うんですけど、なんか大将が変態だったらそれが料理にちょっと反映されてるとこがあって、あ、え、これにこれ合わせんの、あ、みたいな、あ、まあね、見てる視点が違うんですね、そうそうそう、そうですね、なんか料理のテイストに食って、うん、その口内調理じゃないですけど、うん、ここのお皿の上ではまだ完成されないですよ、うんうん、口に入れて食って噛んでく中で、うん、まあ、こう口の中で完成していくみたいな料理を出す人が多いです、あ、うん、なるほどね、そう、もう人間のテイスティングも料理のテイスティングもだからこれはね、でも割とね、みんなにね、伝えていきたい、あとは、あ、この前でも見つけました、カフェで結構おしゃれで美味しいお店は見つけて、市電通りにあったんですよ、あら、その市電通り、割と近所じゃないか、そうなんですよ、その市電通りに、なんか小学校かな、中学校かなの目の前に、うん、なんかマンションなんだけど、うん、1階に何店舗かあって、おそこになんかカフェがあったんですよね、まあ、だいぶ前に1回友達が入院、近くで入院しててちょっと飲みに行こうって言ってコーヒー飲みに行った場所だったんですけど、うん、すごいお気に入りになっちゃって、この前久々に行ったんですけど、うん、変わらずうまかった、コーヒーの種類がまあまああって結構美味しかったんですよね、楽しいな僕もまあ食べますからね、タマさんだったらでもススキの長いからそれこそ店知ってそうですね、まあちょいちょいはまあ知ってますね、いろんな店行ってたら、こういうなんかさっきこの間こう書き出して何店ぐらいやかなって言ってでもなんか、うん、まあそんな50店舗ぐらいかないやなんか俺、はい、そのいろんなとこ行く中で、うん、行きたいけど行けない店ってあるじゃないですか、あ、会員制とか、あ、一元さんお断り、あれはどうなるだろうな、紹介制の店、紹介制の店とかは俺でも今は知らないかな、そこまでの敷居が高いですよね、やっぱり紹介制は、ここはそこまでの敷居高いとか知らないですね、ただなんか気になってるとこは、うん、南五西五のなんか料亭みたいな、あの、うん、ホーランってラーメン屋さんの、はい、並びに、はい、なんかあの何ていうか家みたいな料亭みたいな、あそこうまいのかなと思って、あそこずっと、しかも結構いいスーツ着た人たち出てくるんですよね、気になる、あそこは多分ね結構穴場だと思う、いやそれで言ったらね、あの南五西七入慶和ビルの1階に中華麺とお酒の店みたいなのが入ってて、めっちゃ普通の店構え、うんうん、だけどあの出入り口の扉のところに完全予約制ですって書いてある、別に一元さんお断りでもなければ、うんうん、その会員制でもない、予約すれば入れるけども、なんでっていうなんでっていうだってそんな分かりやすいとこにあるわけじゃないじゃないですか、路面店とかじゃないんですよ、なのに完全予約制にして、そのただでさえ窓口を狭くする意味がない、確かに何があるんだと、なんですかね、そそられんの俺なんでっていう、いやお店だからウェルカムで行こうよっていう、確かに食いっぱぐれない方がいいじゃんって思う、なんかそのこだわりからかそういうことしちゃう店主、うん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 、これ多分変態ですそこもそう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 いう性癖ですねだと思うんだな、そうかもしれないね、でも東京行った時に1日目あの秋葉行って僕ら飯食ったんですけど、 あそこもなかなかの、思考でやってるお店ですけど、まあまあ美味しかったんですよね、なんか店員さんの女の子たちがメイドカフェみたいな感じでメイドの格好をしてたんだけど、うん、普通になんか出てくる料理はなんかハンバーグだとかなんとかって結構普通の料理が多くて、東京ってこんなに飯うまいんだって思いました、ちょっと、あ、そう、あのね、なんかみんなその東京とかから観光来る方だって北海道ご飯美味しいよねって言ってくれるじゃないですか、うん、大差なくないいや、まあでも海鮮系は食べたいと思わない、あ、俺ね、東京で友達の家にちょっとこうお世話になってた時に、うん、飯作ってやったことあるんですよ、うん、はい、鮭買ってやって、うんうん、で普通売ってたからスーパーで、うんうん、で塩を振って焼いてちょっと味見したら、
めっちゃまずくて、うん、いやそれこそそのなんつうの鮭って鮭の味と香りがあるじゃないですか、うんうん、なかったんですよ、俺今何の魚食ったんだろうみたいな鮭っぽくねえなって思ったから、その焼いたやつをどうにかしようと思って、うん、もうすでに焼いてるんですけどね、うん、魚焼き器で、うんうん、バターたっぷりでムニエル風にしたんですよ、うんうん、で食べたんです、うん、でなおまずかったからそれでもなおかそれでもなんか隠せない生臭さとかなんかよくわかんない香り、謎の味、うん、で最後そこまでやってもうサタデーさえパサパサのやつにあのパン粉つけてあげたんですよでそこでやっと食べれた。ああ、その時に海鮮系はやっぱ北海道って恵まれてるな。なんかまあよく言うのがその北海道って素材がいいからそんなに調理技術とかはすごい必要としないとこもあるっていうか、まあまあ上手い人は上手いと思うんですけど、でなんかやっぱり地方の人の方が素材良くないものをどう上手くするかっていう、あそういうのが試行錯誤があるらしい、ね、うん、だからなんか美味しい店は美味しいし、まあ、僕らも今回の遠征で1軒だけ外しましたけどやったやっちゃったなしかもあのイベントの後ですからね、うん、あマジでやったイベントの後うちらも電車乗れないからって言ってちょっと居酒屋さんに行った、そこの居酒屋さんのお通しがまずなまぐさい、あ何これと思って、でしかも出てくるのも遅い、はい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 、ひどかった、何食べてもひどかった揚げ物食ってんのにひどいんですよ。揚げ物食ってひどいってあります？なかなかないよね。なかなかないもんね。マジで、あの時、多分タマ様は今目の前にいたからあれですけど、多分一番怒ってました、あの時。マジでうまくない、マジでうまくないって、うん、で、ホテルに着いて、その新宿でしたっけ、僕が泊まったの、うん、新宿のホテルに着いて、渋谷で、あ、渋谷か、渋谷のホテルに着いて、で、まあ、翔平さんとかに行く前に一軒その別の僕の親戚の店に、親戚が働いてる店に行くって話、中のタクシーずっと、いやーまずい、いやほんとまずい、あそこつって俺が店出したこれうまいんじゃねえかとかっていう話をして、いやでもすげえわかる、あのうまくないものを食った時って本当に機嫌悪くなるよね本当に嫌だよねでも最低限もちょっといやそう最低限も経験したいですけど、ただ最低限ってこれまずいってわけじゃないですなあ、あの食材として成立してる限り分かんないやつってあるじゃないですかえそれ食うのみたいな、それこそ虫とか、あの限りなくもう腐って、そうゲテモノみたいなもん、そういうのでも、でも美味しくなってるから成立してるわけですよ、まあまあ、人が食べて大丈夫な、そうそうそう、うん、だからこれ高級料理だとしても口に入れた瞬間に合わないものももちろんあるわけじゃないですか、うん、確かに、うん、だからなんか正確に言ったらまずいもんはねえんじゃねえかなと思うんですよ、うん、口に合うか合わないかの問題なんで、うん、まあまあそうですね、ただ100人いて100人口に合わない料理、うん、これは多分まずい確かにこれは多分まずいいや、ほんと美味しくなかったんですよ、あそこ、うん、ただ、結構人入ってましたよね、あそこ、うん、まあまあまあ、僕らが入って、いや、2人ですか、予約は、いや、ないです、あ、じゃあこちらどうぞって通されたあと、ずらって一気に人が混んだんですよ、うん、へえ、何この店、こんなまずいのにみんなこっち来るみたいないやでもやっぱ人いるから回るのかな、いやまあそれもあるとは思うんですよね、うん、まあ駅近かったですし ね、うん、ねなんかタブレット式でこうやってそうオーダーもこうやって頼んでタブレットでこう頼んでね、そうそう、な、何回転寿司みたいなすげえなー、あれなんかあのスキーのあの下のね居酒屋さんもそうですね、タブレット式の、ああ、そうですね、タブレットでやってますね、あそこ、俺でもあのタブレットをね触るのめんどくさいから結局呼んじゃうんですいませんっつって、あの上手にメニュー探せなくないですか、タブレットね、ああ部類で分けてますからね、そうそうそ う, そ う, そうだったら普通になんか1枚の冊子でペロンってあった方がもう見えるのに変にハイテクにして人件費削減しようするでしょ、うん、もうねそれでよしとしない俺はもう働いてほしいからすぐ呼ぶすいません人によってね、人まあね、はい、ということであら、はい、お時間になってきましたよ、なんか気づいたらもう25分喋ってますからね、うちはね、はい、ということで最後クレーマーみたいな感じまあそんなね、食に貪欲な、はい、はい、怖い話もしていただけて、翔平さんとは、はい、まあここで、お別れというか、
はい、はい、というか僕らもお別れなんですか。はい、締めまでちょっとお付き合いいただいて、はい、ありがとうございます。ということで、はい、まあ、さっきも本枠の方でお話はしました、はい、まあ、告知というか、まあ、翔平さんは6月末、はい、はい、2件一気にドンと、6月27日と30日です。はい、イベントがあって、はい、なんなら BB 五郎さんっていうね、有名な方も来られてね、めちゃくちゃ面白いですからね、BB 五郎さんって。ちょうどでもあれですよね、僕らが東京行った時も翔平さんのやつのステージの後 BB 五郎さんでしたもんね。そうですね、同じブース内だったんで。そうですよね、うん、そうです、うん、で、去年、一昨年かな、初めてお会いして、で、去年もお会いして、で、また今回も1年ぶりぐらいにお会いして、で、なんか喋ってる中で札幌来てくださいよって言ったら、すぐ来るって言うんでマジで組みますよって言って美味しいもん食べてそうそうそうね、あれですね。まあ、ということですね、うん、はい、翔平さんの、まあ、あとは本ね、さっきもお話ししました、ね、はい、2冊2冊ございます、はい、もうね、本当にね、この持ってるね、はい、持ってる時にゾワッとするんですよもうっていうこの本はい、ワクワク、はい、そうこれ1冊目のオチね、一番オチの話やばいですからピンポイントで読みましたけど僕もね、はい、はい、まあこういうね本を書いている翔平さんと、はい、あとは、まあ、僕らも、はい、動画の方で、はい、まあ、キンキンになるのかな、まあ、と思っております、はい、ついに、はい、あんだけ人のお店を紹介した、はい、挙句僕らは自分のお店を紹介してないということと散々まあ言われてはいたんですが、ついにこの前撮影しました。あら、はい、ここの店の撮影をしたっていう。いやでもそれは大事。そうなんですよ。そう、基地だものここ。そう、ね、そう、ずっと言われる。はい、ずっと、え、でいつ撮影するのってすっごい言われてたんですけども、ついに今回やっと、はい、撮りましたので、はい、まあで。あの短いちょっとしたバージョンの方は、はい、この前 Facebook の方でペットね、はい、あげましたみたいなね、はい、まあまあ製品版というか、あの正規版の方は後日、はい、まあ、YouTube の方でもアップしますし、あとは、東京のとこでやった第4夜、ラジオの第4回目、はい、も後日アップになります、はい、あと今回のラジオの方も、はい、まあ多分構成上4つぐらいで切って、うん、ちょこちょことあげるとは思いますけれども、はい、はい、まあ、きっとこのね動画を見てる方は多分見てるとは思うんですけども、はい、はい、見ていただければ嬉しいなと思います。それから、はい、僕ら結構ちょこちょこ動きます。今年は本当に動く年なので、うん、そうなんですよね。なんか占い師さんにも遠方が吉って言われてるんでなんか、まあ、そういうふうに言われる前からもうなんか今年はあそこ行きたいあそこ行きたいなんかいろいろあって、はい、まあ、行けたらね、今年もちょっとね、旭川行けたら行けたい、行きたいなっていう話も去年行ってるんですよ。うん、はい、っていうところもあって結構動きますんで、まあ、今後のドルドル TV の方も、お期待して、見ていただければ嬉しいなと思います。と、はい、いうところでですね、はい、今回の、第5回目、はい、ドル生ラジオ、今回のゲストは翔平さん、ありがとうございます、はい、と一緒にお送りさせていただきました。では、はい、皆様、下下げー、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あざす、あざす、いやあざす。